血液型くん。血液型クイズ。恋に落ちた時一番心の中を見せない血液型くんは？まだまだ。何してんの、早く渡ってよ。でもあの子の気持ちはまだわからないんです。ここで押したら引かれるかもしれないし、もっと時間をかけてゆっくり関係を深めた方がいいのではないかと。ほら私って。いいから行けよ、告ってしまえよ。やれやれ、おっさけーよ。あの子のハートはゲットだぜ。おら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 、味方。いや失敗だぜ。フリーダムすぎます。君は俺の女だから俺のことだけ考えて。俺は浮気するけど君は俺の方だけ見てね。絶対だからね、絶対だよ。それぐらい君を愛してるってことなんだ。わかる？わかってくれるかな、この気持ち。あいつ独占欲強すぎじゃないか。女性を束縛するタイプですね。ベイビー、これが僕からの愛だよ。さあ受け取って。全然届かないんだけど。わかってるよ、でもここから取ってね。そんなの無理よ。来ないで、それ以上近づいちゃダメだ。いくら恋人同士でも僕と君は他人なんだから。ねえわかった、僕のことは君にはこれ以上見せられないんだよ。ああミステリアスの僕って素敵。ああ一番わけがわからないのはベイビー型だ。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。この番組を見て会社や学校で安易に血液型の話題を振るのは控えましょう。血液型くん。血液型クイズ。一番KYなことを言いそうな血液型くんは？私枠からはみ出すのが大嫌いでですね。やはり社会のルールは守ってきちんと生活するのが一番だと思うんです。それと新しいことを始めるのはちょっと苦手で、いつも用心深くてナイーブだって人には言われてるんですよね。ふん、俺はこんな枠になんかハマってられねえっつの。お前バカじゃねえの。ルールなんて破るためにあるもんだし、好きなことだけやってりゃいいし、お前みたいなやつは人生損してるよね。若いうち遊んでりゃいいんだよ、なんとかなるさ。でもそれじゃあ貯金は、老後のことは。つまんねえよ。そんな今に後悔しますよ。まあまあ二人とも落ち着いて、どっちの考えもありだと思うよ。俺は興味を持ったらとことん頑張るタイプだけど、なんか飽きちゃったらすぐやる気なくしたりもするし。あ、周りの大型は一つのことに集中する専門家が多いって感じかな。この番組の脚本家とか演出家とか、やっぱそういうの憧れるよね。じゃあお前もそうなのか。まさか、そんなロマンばかり追いかけてられないよ。まあ普通のサラリーマンなんだけど、自分の部署じゃない人とは警戒してあまり話さなかったりするな。甘いね、そんなグループ分けなんて必要ないさ。僕なんて最初から誰も自分の世界には立ち入らせないから。それはちょっと極端なのでは。入っちゃダメだよ。そもそも A 型は繊細って言いながら人のこだわりには無頓着すぎるね。まあ B 型の気まぐれもいいけど、僕みたいに冷静な面も持ち合わせてないといつか困るんじゃないのか。何を。まあまあ O 型はそうやってみんなをまとめようとしてるけど結局できてないじゃん、情けないよ。仮眠ぶってるの。おい消えた、おいてめえ。まあまあまあ、まあ、ほんと世の中愚か者ばかりだ、この野郎。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。いくら AB 型や B 型にひどいことを言われたとしても、それは血液型ではなくその人の人格の問題なのかもしれません。血液型くん。血液型占い。今週のダイエット運が一番いい血液型くんは？さあみんな、何の料理食べようか。食べたいメニューがあったら言ってよ。どうしましょう、辛いものは嫌ですし、調味料がたくさん入ってそうなものも体に悪そうですし。なるほどね。 AB 型は？別に君たちに任せるさ。任せるって言われても具体的に好みとか言ってくれないと困るんだけど。よしこれだ、おちゃん、ジャジャ麺4人前で全員同じだぜ。はいよ。そんな勝手に。いいからいいから、絶対うまいから食ってみるって。そうだね、まあいいんじゃないかな。そうだ、それにしよう。じゃあ私もそれでいいです。お、なんだい、まだ決まってないのかい。お前は話を聞け。いただきます。うひょー、待ってたぜ。ああお腹すいた、これはすごくまずいです。皆さんはどうなんでしょう。ああでもお店の人に聞かれたら悪いですし。俺が料理してもこれよりはマシだな。お金払うのなんか嫌だな。めっちゃマジ。あなたが食べるって言い出したのに。あ、やっぱりそうなのかい。君たちまずそうな顔してたからさ。おい、おっちゃん、こんなまずいもん食えねえよ。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。まずい料理でもどこかいい部分があるように、各血液型の悪いところにもいい部分が隠れています。もっとも先ほどの料理店の場合は救いようがありません。血液型くん。血液型クイズ。一番チームワークがいい血液型くんは？それでは会議を始めます。夏の合宿は山にしますか、海にしますか。合宿か、いいねいいね。どこにしようか。
二人とも私の話聞いてますか？俺は山でも海でもいいぜ。君なら南極でも大丈夫でしょうね。僕は君たちに任せるよ。さあ進めてくれないかな。じゃあ資料を読みます。山は涼しいし、キャンプやバーベキューもできるからいいですよね。山でいいんじゃね。お、山いいじゃん。山ですが、海は海水浴ができますし、女の子の水着も見られますよ。海でいいんじゃね。お、海いいじゃん。海、君たち適当すぎじゃないのかい。夏に山に行ったってどうせ人が多くて大変だろうね。海だって海水浴客が捨てたゴミが散らかって汚いだろうし、それでもいいのかい。あ、いや、それはいっそ川に行かないかい。ボートで川下りもできるだろうし、涼しくていいんじゃないかな。川でいいんじゃね。川いいね。川、川最高。あ、わかりました。では川にしましょう。せっかく私が調べてきた。おっし、じゃあ A 型予約とかやっとけよ。なんで私の。A 型しかいないし。それじゃ頼んだからね。ごめん、あと30分、いや1時間待って。僕はいけないよ、彼女とのデートがあるからね。あいつら。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。ただし B 型や AB 型に患者を任せると合宿自体が流れる可能性があるので十分注意しましょう。血液型くん、血液型占い、今週の恋愛運1位は。あ、はいはい、そこどいてくださいよ。埃は部屋の隅に溜まっちゃいますからね。掃除したってすぐ汚れるわよ。そしたらまた掃除すればいいんですよ。ダメですね、私がいないとすぐこうなんですから。B 子さんの身の回りのお世話は A 型って細かすぎじゃない。 B 型女子には嫌われるんじゃない。あ、ここにもゴミ。もういいわよ。ほれほれ、どうよ、猫みたいに気持ちよくないか。やめてやめてってば。いいじゃんいいじゃん、こんくらい俺とお前の仲なんだからよ。ちえ、俺の魅力がわかんねえなんてつまんねえ女だぜ。 A 型女子は B 型の自由奔放さにはついていけないか。でもめげないやつだね。まあ俺なんかは今の彼女とうまくいってるからいいんだけどね。ほら、 A から E までの選択肢の正解率をパーセントに換算して一番確率が高いのを選べばいい点が取れるよ。さらに言えば先生の出題傾向を分析して問題に出やすいところだけ覚えれば完璧。そんなことより素直に出題範囲を全部勉強すればいいのに。そういえばあなた頭が大きいし、そんな青色の服は似合わないわ。だな。あとちゃんとお風呂入った？少し似合うよ。他の人はこんなこと言ってくれないわよ。私だから言うの。分かってくれる？立ち直れないかも。さすが AB 型女子、人の分析は得意ですね。ちょっときついけどな、ま、僕みたいなミステリアスな男に女は惚れるってことさ。君たち、僕のことをさあ見て、好きになって。さあさあ、てって、なんと、来ないで。それ以上はダメ。なんかわけわかんない。俺ちょっと待ってくれよ、ベイビーたち。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。血液型占いで恋愛運が悪くても彼氏彼女に優しくしましょう。ただしこの4人は相手がいないので、その限りではありません。血液型くん、血液型クイズ。一番無駄遣いしそうな血液型くんは、よし、今日はお金も十分あるし、好きなだけ買い物しますかね。この缶詰いいね、値段も安いし味も良さそう。おい、この間貸した金返せよ。今いいから早く返せよ。明日から1日100円利子つけるぞ。それじゃあ、やっちゃん。ああ、これじゃああれもこれも買いやしないよ。全然お金足りない。もう今日は買い物やめた。俺は普段から節約生活してるし、あいつみたいにはならないけどね。これは 50g あたり30円、これは 100g あたり 66.6 円、これは 300g あたり200円。最初のが一番安いな。これです。はい、こちら半額。おー、いつもより安い。お姉さん、それ10個ちょうだい。10個。安いからって買いすぎはいけません。私は最初から買うものを決めてますよ。卵1パック、リンゴ1個、ジュース3本にネギ2束、ラーメン3袋。ずいぶん買うんだね。母に頼まれた特売品なんですよ。ん？あー、このイチゴいいですね。こっちの肉も美味しそうです。いやー、お買い物最高です。それ自分の買い物じゃん。次はこれだ、和牛ステーキ肉ゲット。気に買いすぎだよ。あ、金はあるから構わねえんだよ。あるだけガンガン使っちまえばいいんだ。お、このマスク、メロンもワインも全部俺のもんだ。はいはい、君それくらいにしとくなさいって。話しやがれ、もっと貸せろよ。壊れた。なんか飛びついてる。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。浪費癖のある O 型や節約タイプの B 型もいるはずです。ちなみに今回一番困るのは、我に返って自分の浪費に気づき激しく後悔する A 型くんでしょう。血液型くん、血液型クイズ。一番我慢強い血液型くんは、お前のせいでもっと熱い。黙れ、うるせえ。ああ、もういい加減にしろ。おい、大型じゃんけんだ。いいからやれ、じゃんけんポン。よっしゃ、俺の勝ちだ。ああ、学楽学楽。なんで俺が。おい、手が止まってんぞ、もっと早く、もっと強く。二人とも何してるんですか。おい、A 型、お前顔色悪くねえか。そんなことは。何この程度、神道を滅却すれば火もまた涼しい。平気ですよ。あれ、おばあちゃん、死んだはずのおばあちゃんがどうしてここに。
その川、泳いだら涼しくて気持ちよさそうですね。あ、じゃあ僕も泳いじゃいますね。帰ってくるや、エガタ。その川はきっと泳いじゃいけない川だ。行きますよ。汗の成分は 99% が水で、カリウム、塩分などがわずかに含まれているのさ。エビ型どうした？その汗をかくのは脳に発汗するそうだから。ダメだ、妄想の世界に逃げ込んでる。妄想なんかじゃないよ、これは学術的に証明された研究結果さ。つまり汗をかく本当の理由はごくごく自然な脳の働きことだ。いいからお前病院行け、病院。川の私賃6問銭、500円黙った、どうぞ。え、あ、これじゃダメですか。で、お前はまだ引っ掛けてるんじゃねえ。もうクーラーつけよ、クーラー。あれ、つかない。嘘、助けて。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。暑さを我慢できない人はクーラーをつけましょう。ただし今回の部屋では番組の都合上電気を止めています。だからクーラーはつきません。あらかじめご了承ください。血液型くん、血液型クイズ。一番約束を守らない血液型くんは、来週の自由参加の体験学習では陶芸でお茶碗を作ってみよう。興味がある人は材料の粘土代で2000円持ってきてね。はい。ねえねえ、粘土代2000円ってちょっと高いよね。昨日ゲーム買ったばっかりでママに言いにくいんだけど。そう、俺もお小遣い前借りしてトレカ買っちゃったから無理。あの、だったら来週の体験学習2人は来ないんですか？いや、ここはやっぱりみんな一緒にわざとお金を忘れてきて体験学習を休むっていうのはどうだい？もう賛成。そんな、もし裏切ったら仲間外れだからね。しばらくゲームの体制もしてあげない、トイレも一緒に行ってあげない。わかった、わかったね、わかったよね。先生に悪いけど仕方ないですね。うん、1週間後。払ったの？やっぱり先生は粘土を用意してるでしょうから、ちゃんと材料費を払わないと悪いですし。 A 型くん払ったのか。真面目ちゃん、真面目ちゃん、なんで僕が茶化されなきゃいけないんですか。材料費、あ、うっかりしてたぜ。で、どうすんだっけ。まあ面倒いから A 型立て替えとけよ。ちょ、ふざけないでくださいよ。 B 型くんすっかり忘れてるよね。やだな。で、どうするどうする。 A 型くんは払っちゃったし、俺たちも払う。実はお金持ってきちゃったんだけど払う。ねえねえ、 AB 型くんはどうすんの。え、僕が、僕ならとっくの昔に払ったよ。ちょ、何勝手に払ってんだよ。君はまだなのかい。みんな材料費はまだかな。はい先生、お金持ってきました。はい、これでみんなかな。 B 型くんがまだです。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。友達が約束を守らなかったからといって血液型のせいにするのはやめましょう。その人が忘れっぽいだけなのかもしれませんから。血液型くん、血液型クイズ。一番仕事人間な血液型くんは、他社商品との比較分析に顧客満足度、マーケティング戦略、全ての情報をまとめると結論はっと。お、 A 型、お前の企画書できたのか。いや、今のデータでは費用対効果の説得力が不十分です。別のデータで。あー、細かい話はいいっていいって。分かった、じゃあ出来上がったら俺の企画書も手伝ってくれよ。君の企画書ですか。ああ、俺とお前は同じ部署の仲間じゃねえかよ。了解です。おや、なんだいそのデータ。え、今日の新聞読んだのかい。それ全然違うリサーチの結果が載ってたよ。訂正した方がいいね。はい。そもそもこのレイアウトもちょっと違うんじゃないのかな。企画書はデータさえ正確ならいいんじゃなくて、一目で分かる。そんなこと今言われても全部やり直さなきゃいけませんし、無理ですよ。だったら手伝ってくださいよ。いやいや、君が丁寧にまとめてくれればいい企画書になるはずさ。あ、そうだ、提出するとき僕の名前も入れといてよね。そんな手伝いもしないで名前入れてって。あの、 A 型くん悪いんだけど、俺の名前も一緒に載せてくれないかな。え、チャンス。俺でもよろしく。お前と共同作業ってことにした方が早いわな。頼むぜ。君たち自分の企画書は自分で書いてください。そう、なんとか。もう時間がないんだ。俺たち今から合コン行くんだよな。え、合コン。やれやれ合コンなんて。僕は彼女とディナーさ。何が彼女だよ。どうせすぐ振られんだろ。まあ、彼女いない歴絶賛更新中の A 型くんよりはマシでしょ。うん、じゃあそういうことで頼んだぜ。もう嫌です、やってられません。翌朝。あ、もう結局戻って徹夜で仕上げましたよ。君たち名前を載せておいたから、今度は私も合コンに呼んでくださいよ。本当にもう。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。もしあなたの会社でいつも仕事を押し付けられる血液型くんがいたら、ストレス発散に合コンに誘ってあげましょう。血液型くん、血液型占い。今週の合コン成功率1位の血液型くんは、皆さん起きてください。でさ、こないだの企画書 A 型のおかげでマジ助かったんだぜ。そうなんだ。 A 型さん素敵。大したことじゃありません。私は当然のことをしたまでですよ。ほらほら、チャンスだって。二人とメアド交換しちゃいなよ。でもいきなりそんなことを。いいから聞きなよね。そろそろお時間ですが。ああ、私の方で計算しますね。ダメだこれ。お金の計算なんかより女の子をくどく計算しろっての。これだから彼は彼女いない歴を更新し続けるんだよ。8人で割って4250円です。え、お金持ってきてない。バカだよ。お前何言ってんだよ。ここは俺たちが出すのに決まってんだろ。そんなこと言われても今日は持ち合わせが。しゃあねえな。だったらここの会計は全部俺に任せろ。ありがとう、ごちそうさま。あ、そうそう、このクーポンを使えばワンドリンクサービスで安くなるよ。すまねえな、 A 型お前もこのくらいしねえと。それ余ってる。
る。もったいないな。食べていい？ねえねえ、そっちも食べていい？いいよね。うん、うまっ。じゃあこれで頼むぜ。あ、喜んで。あ、お客さん、このキャンペーン終わってるんですよ。ちょい待てよ兄ちゃん、話が違うだろ。俺が全部払うんだぞ。少しぐらいまかろや。落ち着いて。うるせえ、ここで引いたらお得が伝わるぜ。ここは穏便に。見てな、俺は言いたいことが言える男だ。これで女子たちのハートをゲットだぜ。おい兄ちゃん、バイトじゃ話にならない。店長呼べや店長。じゃあ私たちこれで。あ、待てって。あれ、ほら見ろ、お前のせいだ。謝れや。あんたのせいだろ。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。合コンで失敗しても血液型の相性のせいにするのは非科学的なのでやめましょう。もっと自分を磨くことに努めてくださいね。真面目で親切だけど優柔不断。 B 君自由奔放個性的だけど無神経。 O 君努力家ロマンチストだけど怒りんぼ。 AB 君 A と B のいいとこ取りだけど分かりにくい。みんなそれぞれ個性的。みんな仲良く仲良し。 ABO AB